皆さんこんばんは。松代テレビ局が今年開局いたしました。今日はこの松代テレビ開局についてお話を伺いたいと思います。松代テレビ局代表の宮坂文夫さんです。こんばんは。こんばんは。どうもお世話になります。よろしくお願いいたします。さて宮坂さん、はい、この松代テレビ、ね、どんなテレビなんでしょうか。このテレビなんですが、皆様テレビと言いますと本当のテレビかと思われるかと思うんですけれども、本当のテレビではなくてですね、インターネットを通じたテレビなんです。はい、はい、ですからパソコンで見ていただくということなんですけれども、はい、この7月にですね、松代テレビ局をオープンしまして、まだよちよち歩き伝え歩きをしているまだ本当に未熟なテレビ局なんです。はい、開局して4ヶ月、はい、そしてインターネットでご覧いただくテレビということなんですね。そうなんです、はい、さてところで今日はこれ生放送ということでしょうか。そうなんですよ、はい、実はですね、できてまだ4ヶ月なんですけども、はい、いろんな方法でですね今配信してるんですけれども、先週のですね、会議の時に、録画では面白くないと、生放送をやってみようというようなことになりましてですね、まあ、皆さんのですね、時間の空いている7時から、はい、それで週の初めの月曜日ということで、はい、月曜日の7時から、はい、それでは15分ということでですね、生放送を始めました。タイトルはしゃべくり松代ということで、みんなで出ようと、出演しようということになりました。はい、はい、リアルタイムでこの松代を紹介しよう、はい、ということなんですね。そうなんです、はい、さてこのテレビ開局に至った経過を教えてください。はい、実はですねこの松代には伝統文化いろいろちょっと間違っちゃったなボールペン、ですねこれ失礼しました。生放送の時には、今生放送ですね、すいません、失礼しました。今日はリハーサルでございまして、はい、ディレクターからですねいろいろ指示を受けておりますね今日はリハーサルでございまして、生放送の時には、気をつけたいと思います。どこまで話しましたか。はい、開局の経過まで。あ、そうですね、はい、それではですね、松代にはですねいろいろ真田十万石の里ですね、伝統文化そして神社仏閣、至るところに各地にですね伝統行事があります。そのようなものをですね、松代の皆様そして全国の皆様にお伝えしたいということなんです。はい、本当に面白そうですよね。松代の今がインターネットでご覧いただける、はい、ということなんですね。はい、この開局に至ったきっかけはどういうことなんですか。きっかけはですね、ちょっと私が恥ずかしい話なんですけれども、私は昨年まで勤めておりまして、うちとですね勤め先を行ったり来たりしているだけで松代のことを全く知らなかったんですよ。で、実はですね、いとこが豊坂におるんですけれども、はい、東を豊坂におるんですけれども、そのいとこからですね、豊坂の原石神社で、御柱さんがあるので、来ませんかと言われまして、その時にですね私豊坂に御柱があるのというようなことでですね、そしたら近所にいて豊坂に御柱あるの知らなかったんかいと言われまして、いや本当に恥ずかしながら知らなかったんですよ。で、聞いてみますと松代もたくさんね、豊坂ではだけではなくて御柱があるんですね。そしてそのような御柱とかですね伝統行事が至るところにあったんですね。そのようなものをぜひ松代の皆様そして松代出身の全国の皆様、このような松代の今をですねお伝えできたらなというようなことで、開局したわけなんです。はい、実は松代に住んでいるんですが松代をよくご存じないという方、ね、もしかしたら宮坂さんみたいな方、ね、そうですね、大勢いらっしゃるのかもしれないですよね。いらっしゃるかと思うんですね。はい、でたまたまですね私がその始めようと思った時にですね、運よくですね、はい、私と同じような考えの方が5名いらしたんですよ。で私はもう単純に、御柱が知らなくて恥ずかしいからって思ったんですけども、他の4人の方はですね、はい、本当に以前から、うん、
ちゃんとポリシーを持ちまして、きちんとした目的を持って進めていらっしゃるんですね。で、私が単純にそんなことを申し上げると、実は私もそうだったんだよというようなことで、本当にトントン拍子でですね、この松代テレビ局が立ち上がってしまったというか、立ち上げられたんですね。同じ思いを持った同志が5人いたということなんですね。開局に至った経過、きっかけをお話しいただきましたが、さてこの松代テレビ局の役目、目的というものを代表の宮坂さんはどのようにお考えなんですか。そうですね、今申し上げましたようにですね、松代の福祉情報、はい、そして先ほど申し上げましたような、芸術文化、そしていろんな伝統行事ですね、はい、そのようなものを、発信すると同時にですね、はい、あと10分って長いですね。5分、まだ5分なんですね。今リハーサル中なんで、これはあの生で流れてるかと思うんですけども、リハーサル中なんで5分っていうとあと10分ありますかね。ありますね。ありますかね。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、あと10分、はい、頑張って。ディレクターがですね、こうあと10分しゃべくれって出てきてるんですね。はい、しゃべくり松代なんで、いっぱいしゃべくらないといけないですよね。はい。また後ほどディレクターさんたちもご紹介したいです、ね。そうですね。はい、じゃあ仕返しにディレクターで出てきてもらいましょうね。はい、そうですね。はい。はい、というようなことでどこまで話しましたかね。今はですね、はい、松代テレビのこれからの行く末ですね。そうですね、はい、松代テレビなんですけれども、今は先ほども言いましたように、福祉情報はまだちょっと手つかずなんですよ。今芸術文化、そして特にですね、街歩きセンターを中心に、はい、街の文化、芸術、なんだっけなね、そんなことをね、今お伝えしているんですけれども、ゆくゆくはですね、松代にも、農業をされている方たくさんいらっしゃるんで、そのような農業的なこともですね、お伝えできたらなというふうに思ってます。観光、そして福祉、そして農業、皆様の暮らしをこの松代テレビでお伝えしたい、ということなんですね。スタッフ、この皆さんがそれぞれパーソナリティであり、そうですね、そしてご覧いただいている皆さん全てがディレクターであるということなんですね。そうなんです。はい。はい、俺喋るんかな。今打ち合わせしたばっかですからね。はい、ちょっと。で、俺が話すんでしたっけ。そうですね。何喋るんですか。今回はあれですね、パーソナリティ、ユニークな視点であるとか。ああ、そっかそっか、すごいですね。パーソナリティがですね、いろいろなユニークな視点とか視座からですね、そのこうしなければいけないっていうような、はい、とらわれない、発信方法ですね、動画、それから、ブログから静止画ですね、静止画って言いますか、写真ですね、はい、そこら辺の中心に、発信してもいいという、私どもはいろんなそのパーソナリティのやりやすい方法で発信しようということですから、今日のようなこの生放送もあり、または写真の放送もあり、いろんな対談形式もありですね、いろんな方法で松代のことをお伝えしようと思っています。わかりました。で、皆さんどうぞご期待ください。そして今私たちがいるここなんですが、宮坂代表、どういう場所なんですか。ここはですね、はい、ちょうど今日から、今日は11月の1日なんですけれども、はい、ちょうど11ヶ月前のですね、10月1日にここがオープンしました。はい、ここは街歩きセンターといいましてですね、はい、いろんな、なんだっけな、ここはちょっと街歩きセンターってなんだっけな、ちゃんと勉強してきます。はい、ね、すいません、はいはい、勉強しなくて町歩きセンター説明しました。はい、でここにはですね、はい、いろんな町の NPO 法人、夢空間等ですかとかですね、およりや松代とかですね、いろんな地域で活動している皆さんがこちらに集まりまして、はい、それで、いろんな活動をしてるんですよね。でちょっと勉強してきますね。活動をしてるんですよ。で活動してるそのような、活動を我々松代テレビ局が皆さんに発信するという役目なんですね。はい、そのような拠点がしっかり出来上がっているということなんですね。さあ、これからの松代テレビ活躍が楽しみなところです。はい、さて
この松代テレビ局のスタッフの皆さんをちょっとご紹介いただいて、はい、よろしいですか。先ほどあの申し上げました、あの初めは5名で始めたんですけども、はい、今おかげさまで28名の方がいらっしゃいます。28名、はい、その中にはですね、いろんな、我々のような何も知らないものがただやりたいというものと、それから、そちらにスタッフいますね、パソコンプロですね、はい、パソコンプロ、それからカメラ、いろんな、いや、はい、それから、照明さんもいるわけですね。そうですね、いろんなあの技術を持った方がですねある方はね、照明しますけどね、カメラもですね、パソコンもすごく長けてましてですね、そちらに帽子かぶって眼鏡かけてる方はですね、もうパソコンプロですね。あとでじゃあ出てもらいましょうかね。そうなんですね、こちらの方はですね、カメラもパソコンもプロですね。プロばっかりプロなんですね。あ、プロはね、教わすあのうどん屋さんなんですよ。うどん屋さんなんですよ。町のうどん屋さん。町のうどん屋さんで、あのうどん屋さんあんまりやってないんですよね。あの町のテレビだけ来ちゃってね。あのうどん屋さんじゃなくて、ね、町のテレビの方で、ね、週みたいで、向こうが10みたいですね。今おいおいといたたまれなくて、このおいでになりましたけれども、わかりました。そのような皆さんがね、いらっしゃるんです。この松代テレビ、皆さんも見学にいらっしゃっていただいても楽しいかもしれないですね。もしね、お近くの方いらしたらですね、今まだ生放送しておりますので、あの街歩きセンターなので、こちらの方にですね、お寄りいただければ、我々が今こちらの方でね、お話ししているところが見れますので、ぜひあの町歩きセンターにね、おいでいただければと思いますけれども、皆さんぜひお出かけください。はい、さあ、この松代、はい、今はどんな動きがあるんでしょうか。松代の動きを紹介してください。今の動きですか。今の動きって何ですか。ああ、なんだっけな、ちょっとね、勉強不足で、そうです、あ、ここですね、はい、すみません、わかりました。はい、あと残り3分ね、はい。松代がですね、私はあの子供の頃なんですけれども、特にですね、松代城が、あの本当に荒れ放題なお城だったんですね。お城というよりは崩れかかった石垣があって、そちらの方をですね、当時は、お城側の石垣があって、またあの右側には、グランド、手前には壊れかかった遊園地ですね、ブランコがあり、シーソーがあり、で左側にはあのプールがあったんですよ。そして裏側にはやぶですね、竹さすやぶですか、そのように荒れ放題のところをですね、今から15年前に整備しまして、そして太鼓門を作り、お堀を作り、そして素晴らしい、城跡ができましたね。でそれをきっかけとしまして、武家屋敷とかですね、街歩きセンターじゃなくてですね、はい、あと2分ですね、はい、わかりました。出来道とかですね、できましてですね、まあくだらないこと言ってますんで、出来道とかできましてですね、そして、そのようにですね、ハード面が揃いました。松代のハード面が、素晴らしいハード面が出来上がりました。あとはソフト面ですね、ソフト面って言いますか、麺類じゃないですよ、そう、メニュー、あ、そちらの方でね、麺ってやってますけどね、ソフトの部分、はい、ハードの部分とソフトの部分、はい、ハードの部分ができましたんで、今度はソフトの部分を、充実しなきゃいけないということで、先ほど申し上げました、ここの町歩きセンターなんですけども、こちらの方がいわば、ソフトの部分の拠点ということが出来上がりました。で私たちはこの外からではなくて、松代テレビですから、松代の皆様にですね、そのここを中心に側面から、はい、側面から、はい、わかりました、いっぱい出てますね、あとあんまり出てるのでちょっと言うことが、わかんなくなってきましたんで、ちょっと今日は30秒ぐらい伸ばしてくださいね、はい、いい、ディレクター OK って言ってますんで、はい、30秒ぐらい伸ばしていただくんで、で何話しましたっけね、ソフト面の話、ソフト面の話です、はい、で、ソフトの面からですね、発信しようと、あ、じゃないや、じゃあ、ここが、ソフトの面の拠点ですね、出来上がりましたんで、私たち松代テレビ局は側面からですね、はい、その松代のこの町歩きセンターを側面から支えようと、はい、でここで行われているすべてのことをですね、松代の方、そして全国の方にですね、発信しようということになんです。はい、はい、
心の拠り所となるスタジオを目指しています。はい、そうですね。はい、それでは最後に、放送をご覧の皆様に PR を兼ねて一言代表お願いいたします。ね、今日は、1日ということで、第1回目、はい、放送させていただきました、しゃべくり松代、はい、次回、11月の8日ですかね、8日、そちらにいますディレクター2回目です、はい、次回は三田さん、はい、で3回目はですね、終わりですか、あ、終わりだそうですね、あと5秒ですね、はい、それでは終わりです、はい、じゃあ皆さん次回もご覧ください、ありがとうございました